家庭向けや飲食店などに米の販売を行う名古屋市西区の米米吉。こちらが玄米倉庫になります。各地の銘柄米を取り揃え量り売りで注文が入ってから精米して提供するのが売りのこのお店今ではお米が倉庫で山積みに。

東北の新米の入荷も予定されています。しかし、ある問題が、原料米が一票あたりの価格がもう今年は例えばこの一銘柄に対して1.66倍と出てますよね。これぐらい高くなっているという現状です。価格がもう高い、本当に高いです。 出荷業者と卸売業者などとの先月の相対価格は玄米60キロあたり22,700円と去年の同じ月と比べ7,409円48%高く調査を開始して以来最も高くなりましたなぜ新米の出荷が進む中この高値なのか昨年の米不足の教訓を踏まえて 各流通業者の皆様、お米の十分な原料の確保、これに動いているということから、相場的にも上昇しているとこの夏の米の品薄で、新米の収穫競争が起き、依然、価格が跳ね上がったままな上ある懸念が。 で令和5年産も不作ではなくてです、ね、やや平年並みないしはやれる量という結果だったと思うんですけどもやはり高温こういう暑い気象下の状況で高温による影響を受けてあの精米にする際のぶどまり低下これがかなり最後精米にした時に量が要因にも一つなったので6年はままだだその実態がですね、ま、だちょっと見切れてない去年夏の高温の影響で玄米から精米する際のぶどまりが低下。 精米にした後の量が減ったといいます今年も続いた猛暑の夏また品質に影響がないか不安だということですさらに生産者の肥料や燃料代などの資材費の高騰が前年からおよそ6%増加していることなども価格の上昇につながっているといいますでは お米の高騰はいつまで12月の上旬に、早急指数自体が固まりますので、まあ、そのデータを見て、ですね需給にタイト感があるなのか、そんなにあのタイト感がない状況で、むしろちょっと過剰気味なのかっていうのは、冷静に見ていきたいなと思。一方で。年明けてこれが下がるとも思えないんですけど、正直なところは、はい、今はね。 うん、まだ下がってない高いまんまただ実態が見えてないというお話がありましたので、うん、本当にどこまで足りているか足りてないかということが分かんないもんだからみんななな買いに走っって高くなっちゃうってことかなうとこか消費者としてはどこまで価格が上がるんだろうという,ふうな不安はやっぱりありあますよねまたその不安がまたいろんなものを呼んでしまう可能性があるということなんでしょうかね,うでねでさらにお米の価格が高騰している理由としてこちらがあります。うんはい、え夏ののお米の品薄を を受け企業などが JA に入荷する前に直接農家から仕入れるというケースが多く、はい、流通量が減って価格が上がっているということなんですねで JA が懸念していることがありますはい価格の高騰でお米の消費量が減少してしまうのではないかということ、うん、今日本に来る外国人の増加で消費は増えているんですけれども、うん、米の高騰で パンや麺に変わってしまうのではないか、うん、こういった懸念があるそうですう。米離れっての言われて久しいですよね。うん、そうですよね、うんいや。本当にそこの心配はありますよね。うん、あの実際あの私も農家さんに直接お米をあの買っているんですけど、はい、今回本当新米で10キロあの700円上がったので、<ー>正直やっぱりあの家計としては結構苦しいなっていうふうに思ったんですけど、でもやっぱりまあ本当にあの肥料だったり燃料の高騰っていうのもすごく聞いていたので、うん、そういった大変な中でもほん 新米がものすごく美味しかったんですね。うもうなんかそのありがたさをより感じたので。うそういったこう食の大切さっていうところにもつながっていってほしいなと思いますよね。まあ致し方なしっていう値段が部分もあるんでしょうけれどもね。はい。まあ主食だけに結構じわっと、ね。そうですよね。ねお米ないとやっぱり生きてはいけないですよね。もうちょっと我慢が必要のようです。